皆さんこんばんは。こんばんはでございます。皆様が今朝に見てくださってるのか夜に見てくださってるのかわからないのに強制的に挨拶をしています。今日は久々にスタバに行ってまいりました。ダラルルルルルジョイフルティーメドレーみたいな、なんとかなんとかみたいな、カンとかコンとかみたいな、なんか溢れてんじゃんみたいなやつを初めて頼んでみたんです。ちょっとティーが飲みたかったので、ティーがすごいモリモリじゃん。初めて飲みます、ジョイフルティーメドレーみたいなやつ。これすごい美味しいって聞いたんだよね。いただきます。する、うま、え、うま、え、やばいねこれ、え、マジでうまいね。え、これってさ、クリスマスっていうか冬だけなのかな、出るの。なんか期間限定だったみたいな、するんだよな。うま、やば、うまなんだか。しかも可愛い、このなんかもう冬の感じ。あったまる、めちゃんこあったまる。今日はさ、インスタでみんなにさ、久々に恋人できたことないあるあるを募集したんですね。そしたらもう共感の嵐すぎて、うなずいて首が取れるかと思ったの、本当に。もう分かりすぎてさ、やばかった。首がね、なんとか繋がってる、今。ちょっとパンパカパンパカ紹介していくね。結構みんな答えてくれて、本当にね、分かるの。ちょっとあの画面の前の恋人できたことない人は、わかるわかるって、もう首がもげそうになりながら、首は取れないように気をつけてって感じなんだけど、一緒に聞いていこうっていう感じで、これマジでわかる。いつから彼氏いないのって聞かれた時は2、3年くらいって答えておく。いいよね。2、3年がいいのよね、大体で。5、6年とか言われたら、え、長くないみたいな感じでちょっと突っ込んでくる。隙は与えないっていうね。隙は絶対与えないっていうね。こちらとしてのそういう流儀がありますから。てか、良くないみたいな。てか、そんなさ、驚くことみたいな。思わない？なんかもう、良くないみたいな。もう、そういう人もいるってみたいな。いるよ、もう。仕方ないじゃんみたいな感じなんだけど、基本みんな驚くよね。過去、何人と付き合ったか聞かれた時、2人くらいとか言って嘘ついちゃう笑い。マジでわかる。二人ちょうどいいよね。まあ、年齢にもよるけど、その、この方の。いいよね。二、三人がちょうどいいよね。なんでさ、私たちこんな嘘つかなきゃいけないの？おかしいよね。え、嘘つかなくてもいいよねって思うんだけど、嘘ついてるからめんどくさいことになるんじゃんって思われるけど、でも、嘘つかなくてもめんどくさいことになるの、ことが多いの。絶対ではないんだけど、え、嘘なんで、え、なんで、どうして、なんでなのみたいなやりとりがもうめんどくさいの。だからなんかそのあれだよ、ちゃんと深い間柄の人だったら別になんかそんな嘘はつかないけど、あえて別に深く話すことにさ嫌な気持ちないから。でもバイト先とかさ、職場とかのさ上司とかなんかそういう人とかにさ、そんななんかいちいちさ突っ込みどころを用意したくなくない？クリスマス前には焦ってみます、かっこ気持ちだけ、わかる。でもね、私ね、あれなの、30代に入ってからもうクリスマス前も焦らないの。え、怖いよね。でもあれかな、実家が近いからかな、今。普通にさ、実家から離れて暮らしてたら焦るんかな。普通にさ、実家でクリスマスとか過ごすからさ、普通っていうかさ、それが焦りとかあんま感じないのだけど、もしかしたら遠くに実家があって帰る予定もなかったら焦るかもしんない。マジで何しようってなるよね。てか25日とかだけはさ、24、25だけはさ、外歩きたくねえってなるよね。都会とかだったら特に。イルミネーションがさ、家の近くとかで やってるようものならさ、私は絶対に引きこもるよ。恋人が欲しい気といらない気を行ったり来たりしてます。マジでわかる。あれ何？マジでさ、何あの、私、3ヶ月前のあの欲しかった私は何みたいな。恋人をさ、に飢えていたさ、私はどこに行ったのみたいな感じしない？ぐらいさ、マジで、今なんか仕事の方が楽しいし、みたいなとかさ、友達といる時、マジ充実してんな、みたいな感じでさ、マジで、なんかさ、マッチングアプリがやってても、アプリ意味わかんないぐらい、開かない時あるの。それでなんかアプリからなんか来たなと思ったら、通知が来たなと思ったら、なんかそろそろログインしませんかみたいな誘いみたいな。アプリ側から来るみたいな。でも、そうかと思えばもう毎日アプリ開いて、なんかメッセージ確認してる時もあれば、もう意味わかんないの。この波何？なんで？これどういう現象なの？一周回ってどうでもよくなって恋愛が概念でしかなくなる。どういう意味？概念でしかなくなるっていうこと？恋愛という概念があるってこと？でも一周回るよね。回るのよ。自分には甘いのに他人への甘え方は分からなくて強がってしまう。マジで分かる。どうやって甘えたらいいんかな。私さ、別にさ、女性には甘えれるの。なんか、嬉しいみたいな、ありがとうみたいな感じで甘えれるんだけど、男性にはさ、なんかうまく甘え、男性への甘え方マジで教えてほしい。え、誰か教えて、マジで。てか正解あんのこれ。なんかこれもさ、人によって
違うじゃん、男性も男性でさ、ちょっとごめん、ちょっとエキサイトしすぎて、もうなんかそこら辺のものほっぽっちゃった。男性もさ、なんかこうやって甘えられるのが嬉しいって人もいれば、こうやって甘えられるのが嬉しいって人もいるわけじゃん。マジでわかんないよね、正解が。なんかもうないのかな、正解なんて。もうなんか自分に好きなようにやってさ、それでダメだったらダメだっていいのかな、もう人生って。そういうもんかな。だってさ、結局さ、その大多数に受ける方法とかはあるかもしんないけど、その好きな人がその大多数に入ってるかもわかんないしさ、もうわからん、もうわしゃわからん。男の子がちょっと距離近いだけで私のこと好きなんじゃねって思ってしまう。マジでわかる。その好きという感情にさ、過剰というか、マジでその恋愛慣れしてないから、なんかそういう、え、好きなのみたいな感じになるよね。マジでわかる。それね、私逆もそうなんだよ。なんか私がちょっとでも親しくしすぎると、おい、こいつ好きなんじゃね、自分のことって思われちゃうのかなと思って、思われない方がいいかなと思って、そのあんまり何グイグイいけないみたいなのもあったりする。 LINE 聞かれただけで恋人候補だと勘違いする。汗汗かわいい。かわゆい。そう、わかる、マジでわかる。そうだよね、いろいろ考えちゃう。なんかそのイメージングだけはさ、イメトレだけはさ、こっちとらさ、結構なんか32年ぐらいやってるわけだからさ、イメージだけは膨らんでいくよね。イメージ先行型タイプみたいな、恋バナか逃げがち、マジわかる。こう、私はさ、今はさ、もうさ、行っちゃってるからさ、そのなんかいないっていうの、気まずい雰囲気にはならないんだけど、普通に行ってない時は本当になんか恋バナマジで急カーブで逃げるみたいな、恋バナっぽい話来たら、うーんみたいな感じで、なんかハンドル切りすぎだろぐらい切っちゃうよね、マジで。突然話変わったじゃんみたいなぐらい逃げちゃうよね。優しくされるとすぐ好きになる、マジでわかる、マジでわかる。マジでわかる。だって、そういうもんじゃない。それってさ、男女ともにそうなんじゃないか。てか、あれなんかな、恋人とかがたくさんいたことある人は別に優しくされても OK みたいな感じなんかな、ありがとうみたいな感じなんかな。なんかさ、すぐさ、好きになっちゃわない？なんかそんなスマートなことされちゃったら、ちょっと褒められたりとかしたらさ、今日の見た目いいねとか言われたらなんか、え？みたいな。え？なんか、あれ？みたいな。すぐさ、なんかもうちょっとどうする？どうする？ちょっと作戦会議しよう。マジでさ、すぐさ、好きになるの、辛くね？無意味じゃねえ、なんか。いや、わかんねえ。連絡遅かったら不安になって、嬉しいことあったらすぐ舞い上がって、そんな自分に疲れてすぐ終わる。マジでわかる。マジでわかるんだけど、どうしたらいい？首もげるんだけど。マジ連絡さ、遅かったらさ、私逆に、なんかもう違うこと打ち込もうみたいな感じで、もう意味は、なんかすっごい気になってるのに、携帯ここら辺に置いて、めっちゃ気になってるのに、めっちゃ仕事打ち込んだりとか、もう。めっちゃ打ち込みまくったりとか、もう、ちょっと、一人で遊びに行こう、みたいな感じで、なんかもう、それ自体がもう、なんていうの、尋常じゃないっていうか、なんか通常モードじゃないのに、どうにか通常モードに運転切り替えしようとして、もう大体無理だよね。ずっと意識しちゃうよね、携帯のことめっちゃ見ちゃう。で、ピロンってなって、おってなったら、お知らせみたいなのとかあって、叫んなよってなるんだよね。今まで恋人いたことないっていうのが恥ずかしいから、架空で元彼作って適当に思い出話しがち。これさ、逆にボロ出ないのすごくない？思い出話までさ、作ったらさ、結構さ、それってあれなの？みたいな感じとかさ、なんか聞かれまくったらさ、友達とかにさ、細かくさ、設定作っとかないとさ、3年前までいた彼氏、たかし、みたいな感じでさ、考えとかないとさ、マジなんか、わけわかんなくなってきたりしそうじゃない？いやー、わかるな、でもマジで。その、使いたくないよな。その、振りてほしくないよな。なんかその、いないということに関して。なんかそっから触れられても何も出てこんし、もうなんか理由とか聞かれてもわからんし、こっちも。マジでつつかれても、なんでだろうなーってなって終わりなんだよな。逆にこっち傷つくだけみたいな感じでさ、恋人いないくせに失恋ソングとか聞いて泣いちゃう。わかる。わかる。なんか感情移入だけは一丁前なんよ、マジで。超感情移入できるんよ。なんか、この時こう思ってたのかな、この人って、みたいな、そのストーリー。にさ、入り込んで、映画とかの。こっちとらさ、イメトレはさ、マジでさ、さっきも言ったけど、マジ上級者だから、多分なんか付き合ってる人より、イメトレはマジ上級者じゃねって思うんだよね、私的に。映画も、博物館も、ライブも、イベントも、旅行も一人でエンジョイできちゃう、弾力が備わる。マジでわかるんだけど、てかもう全然いける。でもね、私最近本当に旅行は、ちょっと一人は寂しくなってきた、ガチで。一
人で行くのはなんか寂しくなってきた。共感したいっていうかさ、もういつも言ってるよね、私マジどんだけ共感したいみたいな。でもマジでその海外旅行とか一人で行くのはなんかマジで寂しくなってきた。この景色を一人で 見とくのもったいなみたいな。誰かに見せたいし、誰かとすごいなんか素敵だねーねーってねーって言い合いたいみたいな欲望がマジで最近ほんと30代に入ってから生まれてきたんだよね。何なのかな、この年齢による変化。これってあれかな、年々さ、いろんなことが一人できなくなってくるんかな。もう一人はいいわって思ってくるんかな。それはそれで困る。その上で一人だったらマジできついじゃん。どうしたらいいの。誰かが自分を愛してくれる世界線が想像できない。マジでわかる。なんか都合良すぎんって思う。なんかその想像したとて、想像したところでなんかその妄想すごい良すぎみたいな、そんな少女漫画みたいなことあるみたいなのじゃないとなんか無理じゃないみたいな。なんて言うんだろう、なんかそんな現実世界であり得るみたいな、思わん、そんな映画やんみたいな。てか私も好きになって相手も好きになってて映画やんみたいな、もうマジで思うよな、少女漫画じゃんみたいな。てかみんなマジでさ、付き合ってる人ってマジ少女漫画とか映画の世界を生きとるよな。自分って世の中の少数派なんじゃないかと不安になって泣く夜もある。特に生理前、マジでわかる。生理前やばいよな。生理前マジやばいよな。暗黒ゾーンに入るよな。そう、世の中の少数派って思うとなんかさ、途端にさ心細くなるよね。なんか怖みたいな、なんか周りみんな怖みたいな。別に少数派でもいいんだけど、時々さ、そう、特にほんと生理前とかはマジで心細くなるよね。私だけなのかなみたいな、おかしいんかな私みたいな、孤独感よな、マジで。恋愛ドラマを見て恋した気分になる。これはなるっしょ、これはなるっしょ、絶対なるっしょ、普通になるっしょ、なるっしょ。だって私も普通になんかあの海外のさ、超おすすめのネトフリのやつあるんだけど、ダッシュ&リリーっていうネトフリのクリスマスのドラマがめっちゃ良くて、もうそれ本当おすすめなんだけど、私はもうそれ見て全然恋してますみたいな。ドラマ見た分だけもう恋してるみたいな感じよねっていう感じ。一丁前に男への警戒心だけは強い。マジでわかるんだけど、本当わかる。ちょっと待って、座り方がどうなったら私正解なの、この座り方。本当わかる。何あの警戒心って感じだよね。なんでそんな警戒すんのみたいな。別に何かがあったわけじゃないのに、めっちゃ好きになられて迷惑だったとかそういうのも別にないのにさ。マジで警戒心だけは一丁前にあるよね。困る。心のどこかではいつか自分のこと好きになってくれる人がいて付き合えると思ってる。マジでわかる。マジでわかる。マジでわかる。思ってもよくない？でも待って待って、それぐらいの希望は抱かせてって思わない？思わない？みたいな。私らにもさ、希望を抱く権利はあるくない？みたいな。勝手に、もう勝手にやるから、勝手に抱くだけだから、マジで抱かせてって感じだよね。そうなんだよ。心のどこかではね、思うんだよ。ちょっと男性に優しくされると運命を感じて一喜一憂しがち。マジでわかる。マジで運命感じるよね。運命の人じゃんみたいな。あ、違うなと思ったら、なんか、あ、違ったわってすぐ切り替えれるんだよね。怖いよね。怖いよね。テンションの幅がすごいっていうかさ、のめり込んだら一気にのめり込んじゃうみたいな感じがさ、あるんだよね。羨ましすぎて少女漫画を見たくなくなる時期がある。マジでわかる。てか私は、そもそも、昔から少女漫画はあんま見たくなくて、見たくなくてっていうか、なんかその、羨ましすぎて、私が手に入らない幸せをずっと見させられてるみたいな感覚に陥らない。特に日本の少女漫画はめっちゃ感情移入しにくいっていうのもあるんだけど、違う世界線すぎて私と生きてる世界が。だからなんか感情移入できないんだよね、逆に。できない現実を認めたくないからいらない発言をしてしまう時期が一時期ありました。わかる。マジあれだよね、小学生男子みたいな感じだよね。別になんか恋愛とか、ダサくねみたいな。マジ、恋人とかマジいらなくねみたいな。ダッチが一番っしょ、ね、周りがどんどんできていく。なんでみたいな。悲しい。付き合うことに対して大げさに捉えすぎている。ほんと付き合うってすごくねって思わない？すごくね。なんか多分さ、あれだよね、いっぱいいろんな人と付き合える人ってさ、もっとラフな感じなんだろうね。付き合うこととか恋愛することに関して重く捉えすぎるんだよね、多分。恋愛離れすぎて自分は人を好きになれるんだろうかと不安になります。もう無理なんじゃないとか思ったりしない？だってこんだけ現れないんだもん、無理じゃんみたいな。めちゃめちゃわかる。恋愛しなきゃいけない風潮への違和感をたくさん感じます。マジでわかる。恋愛しなきゃいけないみたいな感じあるよね、世間的に。いや、できるもんならしてみたいけど、でもしなきゃいけないって言われるとさ、きつくない？するのが当たり前みたいな感じで言われるとさ、
なんか強制されるものでもないじゃん。なんか別に、まあ、別に強制されてないんだけど、ね、なんか恋愛が人生のベースみたいなさ、あるじゃん。この世の中の現代のさ、風潮として。わかんない。マジで人生のベースってでも恋愛だけじゃないじゃない？でも、恋愛ってすごいさ、大きい感じするよね。世の中の扱いとしては。本当わかるわ。これマジでわかる。恋人欲しいけど、本当は少し怖い。わかる。だってさ、こっちとら行ったことないんだもん。それは未知のもんだからさ、怖いよね。宇宙人遭遇みたいなさ、わからなすぎて怖いよね。もう人を好きになる自信がない。わかる。マジさ、どこをさ好きになるんだっけって思わない？なんかもうさ、でもさ、わからんよな。なんかさ、私こういう人がタイプですとか思っててもさ、別にその人、そういう人が現れても好きになれない時もあるじゃん。だからなんかもうほんとフィーリングってめっちゃ大事なんだろうな。多分なんか別にそんなさ、好きなさタイプの中に入ってない人でも好きになったりするじゃん、突然。なんか、あ、この人好きかも、みたいなさ。だからなんか、よくわかんない。なんか、どういう人を好きになって、どういう人が違うのか。異性とちょっと喋るだけで、この人って付き合ったらどんななのかなってところまで勝手に想像する。マジでわかる。その人のさ、誕生日などをさ、知ろうものならさ、占いみたいなやつでさ、なんかあるじゃん、なんか無料のやつで、携帯の。なんかどういう人かなみたいな感じでさ、なんか調べたりしない、勝手に。本当申し訳ないんだけど、その方には勝手にさ、誕生日を拝借して、拝借って盗んだんじゃないよ。なんかその、聞いたりしたら、何月何日生まれなんですよね、みたいな感じで聞いたりしたら、なんかその入れてみて、あ、こういう人なんだ、みたいな。別に丸飲みするわけじゃないけど、あ、なるほどね、みたいな感じで相性とか見ちゃったりとかして、あら、めっちゃ相性いいじゃん、みたいなさ、マジやんない？これ私だけ？なんか今はさすがにしないんだけど、てか誕生日を知る機会があんまないから。理由それみたいな。でもなんか学生の時とかマジでしてたな。なんか、何々くんと相性いいんだみたいな。マジで懐かしいんだけど。どれくらいいないのと、元彼がいて当たり前なスタンスで聞かれるのが怖い。マジでわかる。これでさ、私いたことないんだよねとか言ったらさ、どうなるんだろうね。私さ、そのさ、恋愛関係になりそうな男性の前で、その行ったことないんだよね、そのなんか男性とお付き合いしたことないんですみたいな、私的にはナイーブな問題というかさ、てか待って、こんだけさ大声を出して言ってるからさあれなんだけど、私的にはなんかちょっと、なんていうの、なんかナイーブなわけ。そういうことは別にそんななんか誰にも彼にでも言うようなことではないわけ、私的には。私のことはね。だからどれくらいないのとか言われてもマジで濁すよね。濁しまくるよね。気になる人ができただけで、その人の名字と自分の名前当てはめて変な妄想しちゃう、あるある。やっぱあるよね、これ。これ占いしない、このままこのままどういう相性いいかみたいな。で、相性悪かったら、何これ知らん、こんなん当たらんわ、みたいな感じで、見ないみたいな、見なかったことにするみたいな。マジであるんだけど、自分に価値はないんだと思ってしまう。マジでわかる。なんかさ、別にさ、恋愛だけでさ、人の価値なんか決まらないのはわかるのにさ、なんかさ、ベースでさ、恋愛できてる方が、まあ、普通みたいな。普通っぽいみたいなさ、大勢の中に入れるみたいなさ、風潮ってかさ、まあ、なんかそういうのが昔からあってさ、だからそれができない自分は、やばいんだみたいな、愛される価値ないんだとか思うよね、マジで。ほんとね、そんなわけないのにね、別に異性から愛されることだけがさ、その人の価値じゃ絶対ないのにさ、思っちゃうよね。好きな人いない歴すぎ、長すぎて、本当に好きなタイプが分からない。私もこれ本当に分かんない。好きなタイプな、どんなですかって言われても、本当なんか、もう普通に人に優しい人ですとかしか言えない、マジで。マジで分かんない。優しい人は好きだから好きなんだけど、マジでそれぐらいしかマジで言えない。だって好きな人が長いこといないから、どんな人を好きになるかも自分が分かんないんだよね。ありがとうね、いっぱい答えてくれて。なんかもう本当にもう分かりすぎてやばいんだけど。分かる、みんな思ってるんだって、ちょっと私だけじゃないんだって、ちょっとでも心の拠り所になってくれたら嬉しいんだけど、見てくれた方が。心細くなったりさ、私だけかもとかってさ、不安になる時あるよね、マジで。でもこれからの時代ってマジでさ、そういうのどんどん自由になっていくと思うんだよね。私は恋愛は特に必要としてませんみたいな人とかも増えてきたりとか、まあ普通に同性同士の恋愛も普通になってくるだろうし、もっと恋愛も自由になっていくと思うんだよね、多分これからの時代。でもまだ私らはさ、なんかその狭間にいるというかさ、心細くなる時あるよね。しかももうすぐクリスマスだしね。どうするよ。ということで、ちょっとでもみんなの元気になってたら、参考になってたら嬉しいでございます。答えてくださってありがとうございました。もうこれからの時代はいろんな恋愛の形がどんどん増えてくるとは思うんですけど、今ね、まだ私たちは今を生きてるので、まあそれなりに楽しみながら
一人の時間も楽しみながら素敵な人が現れることを祈って楽しみましょう。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。まったなーん。バイバイ。Thank you.